カトン大連弾くらえ超大玉なに輪廻丸、あの時と全く変わらぬな。あれは長門たち三人で生活をしていた頃。一度わしの目の届かぬ場所で岩隠れの中人に襲われる事態が起き、急いで現場に駆けつけると、そこにいたのは傷つき倒れた弥彦と中人、そして輪廻丸を宿した長門だった。輪廻丸は忍びの始祖といわれる陸道仙人が有していた最も崇高とされる人。まさか本当に輪廻丸を持つ者が存在するとは。輪廻丸は世が乱れた時に天より使わされるものだとされている。だからお前がこの乱れた世を平定に導いてくれる。しかしわしの思惑は外れ、今は世を乱す暁にいる。正しい成長はしなかったようだろう。成長していないのはこの世界だ。俺たちは成長し今に言うようになったの。先生、あなたはまだ人でしかだが、俺は無限に続く戦いの中で人から神へと成長したのだ。まさかお前が神などと冗談を言うとは。くだらぬ成長をしたようだな、長門。先生には何もわからない。この俺の痛みも俺の願いも、俺はいかに犠牲を伴おうと、その先にある真の平和のために進む。真の平和のためには、世界に痛みを知ってもらうことが必要なのだ。それがお前の役目だと？暁を使い、痛みを与えることが。そうだ。俺は平和主義者の神だからな。冗談もそこまで行くと、笑えんの。お前たちはわしの弟子として正しく成長してくれるものだと信じていた。大切なものを守るためにその力を使ってくれるものだと疑わなかった。だがわしの見込み違いだったようだな。もはやお前は世界の毒、せめて死の手で葬るがわしの最後の役目だな。長門、お前はこのわしが今日ここで止めてやる。覚悟せい。無駄なことを。こいつ相手には最初から全力で行く。これは
久しぶりじゃな、ジライアちゃん。突然お呼び出しして申し訳ありませんの。どうか少しの間お力添えを。この茶甘く見てはいけないようだ。人を口寄せした。いや、それよりも見てみ、あの目を。三人とも倫理眼を持ったら。バカな。さあ来い先生。どうやら何かネタがありそうですな。ジライアちゃんよ、これは少し様子を見ながら戦った方が。ええ、分かっとります。喜べ、神自らが痛みを与えてやる。倫理眼を一気に三人相手にするのは危険じゃぞ。ええ、まずは安全な場所に移動し様子を見ます。任務開始。あいつら見た目は違うが全員同じ目をしとった。つまり全て陸道の倫理眼ということ。あの目を持つ者がそうそういるとは思えんのですがの。こそこそ逃げ回るとはあんたらしいな。どうせ袋のネズミだ。せいぜいあがくがいい。待て、ジライアちゃん、壁を見てみ。試してみる価値はありそうですな。痛みは世界を成長させる。俺がそうだったようにな。あと一つあればピンを分断できそうじゃが。施設の構造から考えれば怪しい場所はあの辺りか。これまでの敵の中でも最強クラスじゃの。へえ、さすがは暁のボスといったところですかの。なんとか切り抜ける方法を考えねばの。すみませぬ、ペインに見つかってしまいました。しかし妙じゃ、他の二人まで動き出すとは。単純に倒せる相手だったらいいんですがの。なぜ倫理眼を持つ者が三人もいる。答えろ。あんたに教える義理はない。どうやら力ずくで聞くしかないようだの。ヤシコはどうした。ああ、いたな、そんな奴も。ん、とっくに死んだよ、そんな。長戸、一体何があった。昔のお前は。何も、ただ戦いだけだ。無限に続く戦いがあっただけだ。何を言っている。人は愚かで幼い。痛みを伴う教育が必要なのだ。もはや言葉は届かんのか。痛みの先に幸せなどはない。かつての教え子とこうして戦うことになると。今は思いに浸っとる場合じゃないぞ、ジライアちゃん。分かっております。あんたは成長しきれていない小さな存在だ。ガキにガキ扱いされるとはの。その小さな存在をお前は倒すことができるとでも言うの。無論だ。諦めろ。神に勝てる者などいない。
長門、なぜお前は美獣を集める？一瞬で多くの人を滅ぼす近日兵器を作るためだ。なんだと？ああ、世界は痛みを知ることができる。痛みを知った世界は成長し、一時的に戦争はなくなる。それが狙いだというのか？お前の考えはずれてい。先生、あなたには理解できない。ただの人であるあなたには。力を出し惜しむなよ、ジライアちゃん。一瞬たりとも気を抜くな。いいな。お前の行い許すわけにはいかん。一瞬たりとも気を抜くな。いいな。わしは負けるわけにはいかんのだ。過ぎたる野望は身を滅ぼす。わかったか、長門。現実を持ち合わせていたとはな。長門、さよならだ。終わったの。一時はどうなることかと思うたが、なんとか乗り切ったようじゃな。こんな場所にお呼びしてすみませんでしたの。あとはゆっくり休んでくだされ。わしも木の葉に戻って。油断はするなとあんたから教わったはずだが、ジライア先生。小僧、大丈夫か？なんとか。どういうことじゃ、ペインはまだいたというのか？わかりませぬ。さて。ペインリクド、ここに見参。